CGS を頑張る皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くは、久々の登場になります。寸大予備学校講師の萌木誠さんにお越しいただいてます。萌木さんよろしくお願いします。あ、こんにちは。萌木誠です。あの以前にも CGS が出ていただいてまして。二、はいはい、回目ですね。はい、二回目の登場になりますけれども、はい。スタジオがもうすごくて、今びっくりしてます。いやいや。あのえー、本当になんかプロのスタジオ。<laughs> 前回はですね。そう。なんか、あの鳩がこう。<laughs> 飛んでくるマンションの一室だったんで。あまりあの随分進歩したな。裏側をばらまい。あの少しずつですね。バージョンアップをシージもしているということで。それをばらさるの初めてですね。どこで撮ってんだ。ぐぐって、そうあのう、鳩が踊っててですね。はい、あまりの鳩の内緒に耐えきれず、あのう。そこは引き洗いましたけど。ははい。 前回はですね世界の試験の歴史みたいなところでそういうのをちょっとシリーズでお願いしたんですけども今日はちょっと単発でですね最近たくさん本を出されてて私が最近いただいたこの本がですね「ニュースの真相が見えてくるサバイバル世界史」サババイル世界史という本で非常に薄い本でこれぐらいのね900円ぐらいの本なんですけど結構いろんなことが網羅されてまして本当にあのニュース見るにはこういうことは知っといた方が非常にいいなと。 っいう内容だったんですけど、はい、僕ね前もお聞きしたかもしれないんですけどそもそもですね小木、はい、さんを知った時に、はい、なんで予備校の先生がこういう発信をされるんだろうというふうに不思議に思ったんですけど、えー、今日もねこうな,なんで予備校の先生がこういう本を出すってあんまりないじゃないですか。なないですすね。ね。んんかか受受験験のの。本は皆さん書かれてまよ生向けのけどこういう社会人向けの本って皆さん書かれないのに。 あのね、あれなんですよね受験参考書っていうのはあのほら試験に出ることしか書けないじゃないですか、はいですね、だからつまんないつまんない <laughs> <laughs> 飽きちゃった飽きちゃった <laughs> <laughs> なんて言っちゃいけないから <laughs> いやいいと思います、うん、そういう本音が言える番組なんでまあそれは入試問題がいかにつまんないかってことでもあるんですけども、はい それはもっと言うと教科書がいかにつまんないかってことになって教科書の世界史入試に出る世界史をやっても今起こってるニュースが全くわからないはいわかんないじゃあだめじゃないですか何度でも世界史なんですかってそういうことです僕も素晴らしいですねそういうことをはっきりおっしゃってください。僕は大好きなんですけど僕もなんちゃって世界史教師だったので1年ほど教えてたんですよね高校ででも本当につまんない。 かから、うんあの、全然関係ないことばっかりやって同僚、ねうん、の先生に怒られた経験が <laughs> あ,<ー>あるんですけど、うんうん、でも本当歴史ってねあの、まあ、これ僕は言っちゃあれなんで、うん、そもそも歴史って何のために学ぶものだとさ、うんおだからあのまあほら国っていうのは人間の集まりじゃないですか。はいだから ある,ある人がい、まあ、例えば神谷宗平って人がいて、はい、でこの人について知るためにはやっぱりこの人がど,どういう生い立ちで、うん、どういう経験されて、はい、であの留学されてとかねいろいろ会会お父さんの会社を継がれたとかいろいろあって、はい、で今の神谷さんがいらっしゃるんで、はい、あの同じことでその,その国その民族が今なんでこうなのか、はいうん、例えばあの今話題になってる まあノースコリアがね、なんであねちゃったのかなんてことをやっぱりその老いたちから見てくるとすごくわかるわけですよ。そうですね。なんか今のところだけ切り取ると、まあなんかそれこそ独裁のね人権弾圧国家だみたいなところだけですけど、確かにちょっと遡ればあそこはもともと日本の領土だったわけですよね。でその後まあポツダム大戦って僕はてますけど、ポツダム大戦の中でまあソ連の傀儡でねあの <laughs> ソ連系の朝鮮人だった人間をですね、うん、あのキムさんの名前つけてそういうことが分かってないとさらにその前に、うん、そのもうほ,ほぼに2,000年近いあの中国との圧力があるんですよねあの人たちっていうのは。うんうん こすさまじい歴史であのまたちょっとせんでしていいですか月刊正論の1月号に私ちょっと書きましたんで中長関係を朝鮮王朝からずっと見てくるっていうですね学校では教えない危険な中長関係みたいなそんなタイトルああそこからじゃあ正論だったらもうねバックナンバーで探すかで見れますね。 いやそうなんですよね。だから結局今を知るには歴史を知らないと背景わからないですしですで歴史を知ってるとわかるのは 今、僕らの知らない裏側でどんなことが起きてるのかなっていう類推でできますすよね。ね。そうこれまでの流れでいうと多分これからこうなるだろうっていうことは大体わかりますよね。でこう言ってるっていうことは多分今裏でこういう感じのことやってそうだなみたいなところが大体民族ってパターンがあるじゃないですかそれこそ倉山充さんね先生もこの間番組出られてましたけど彼に教えてもらって僕もそうだなと思うのロシアにはロシアのパターンアメリカにはアメリカのパターンがあるのでそれをね当てはめていくとあ きっとアメリカがこう言ってるっていうことは次はこうするなみたいなあこの辺 CIA が動いてるんだろうなとかそういうことを学ぶための歴史なのに日本の受験の歴史はもう全くそういうこと考えさせなくて要はもう反射的に暗記してたことを書くとチェックするというそういう勉強になってしまってる。 これはやっぱり、戦争にていうかそのそもそもその現代史っていうのが歴史学の範疇じゃない、はい、だからむ,むしろあの国際関係論とかの先生がけ、はい、書いた方がいいんですよ、うん、現代史は。はい 歴史学者はね、書けないです。そうですね。僕大学は本当歴史がだったんですけど。歴史っていうのは、50年以上経たないと歴史じゃないって言われたんですよ。はい。だから僕はベトナム戦争、卒論でベトナム戦争とか。ニューディール政策のところを調べて書いたんですけど。新しすぎて、歴史じゃないけど、まあやりたいんだったらやれって言われて、認めてもらったんですけど。びっくりしましたね。だって、直近のことの方が、現代をしに役立つから。 そっのは結局ニューディール政策と司法っていうのにしていかに政治力が司法に対して影響力を与えるのかとだから三権分立とか言ってもそれは建前でしかなくて大統領とかの都合で入れ替えていっちゃえば司法もコントロールできんだから司法を絶対にするのはいけないっていう何ともシビアなですね今だったらねそこの背後にいたコミンティンガとか出てっ書くんでしょうけどうん。 ですので、す、ま、の、あ、そういう点で日本の歴史の勉強っていうのは非常にちょっとおかしくなってるなあと思うんですけど、うん、まあ逆にだからそういうことを知ってる先生がこういうことを書いてくださるとすごく僕らがと共感するし、うん、あわ分かりやすいと思うんですけど、うん、ちょっとせっかくなんでね、はい、これどういうことが書いてあるのかちょっとあの概要を説明してあげてください。はいえー、とさん、ビッグトモローって雑誌。 してます。ビックつもろしますか。あ、知らん。あ、そうなんだ。世代がもう違うんですね。はい、あの僕らが学生時代結構売れてた、はい、あの週刊誌で、はい、当時の若者が読む、はい、あの。 当時のなな情報をっっるよよ。う雑誌があたんですバブルの頃なるほど。僕らはもうね「ポパイ」とか「ホットドッグ」とかそんな感じですね世代的に。でそれがその後ですね雑誌が売れなくなってしまって週刊が月刊になって実は最近もう廃刊になっちゃったんですけども最後の1年間くらいで月に1回取材を受けましてで今起こってる まあ世界のニュースをこう読者に分かりやすく喋ってくれませんか、はい、っていうことで12、うん、時間インタビューを受けて、はい、それをまとめたのがこれです。なるほどだから毎回じゃあ今日はアメリカで行きましょうとか、はい、じゃあ今日はあの朝鮮半島でとか、うん、今日は中東でとかえでそれが各章になってますので一応今の世界のほとんど網羅しています。うんはい そうです。だから、はい、僕らは結構ね、まあ、政治にも関わってるんで、うん、普通の一人はだいぶ知ってる方ですけど、うん、そ僕らでも見ても結構読み応えがあるというかあよく整理されてるというかよくこんなコンパクトにまとめられたなって感心したんですよね。うんうん、まあちょっとごめんんなななさい。いいかか上からみたいな言い方ですけど。はい、うんですのでほんとこれ900円でいいのかなっていうぐらいの感じで。はいまあ、1升 100, 100円ぐらいですよね。<laughs> うん、でもね、ほんと今。 パレスチナの方でもねまたこの間僕イスラエル行ったんですけど、うんはい、帰ってきたらすぐトランプさんがですね、うん、首都をエルサレムにするとか言ってですね、はい、これ今だったらいけなかったんじゃないかなみたいな、うん、ちょっとバタバタして始めてますもんねそうですねで。そういうこともねこれ読んどかないと、うん、なんで中東で揉めてるのかとかイスラエルってどんな歴史の国なんだとか。うん うん、でイスラエルを建国に金出したのは誰だとかね、うんうん、まあそこまではあれですけど、うん、そういうことも知っていくといろんなのが見えてきますすよねねそうで一番言いたかったことはあの、まあ、さっきもちらっと言ったんですけども国,国っていうのは人間の集まりだということですよ。うんうん、で人間っていうのは何かするとこれは生き物なんですね。 肉食獣ですね獲物を取るために敵を排除すると。ということを、まあ、何万年もやってきたわけで,、はいうん、でその昔のこういう石のね、うん、石器が今ミサイルになったんですから、はい、あの本質的に変わってないので、はいえー、だからあの結局その国際関係とか難しいことを言っても要するに、えー、群れの争い。 人間同士の群れの争い、うん、縄張り争い餌をめくる争いで全部説明つきますよというこういうい話ですところが人間は変にこの知恵ができちゃったので、はい、その単なる縄張り争いにこう理屈をつけるんです、はい、理屈を。うん、で、あのー「やれ、あのー、自由のため」だとか「はい えー、民族のためだとか、はい、えと宗教のためだとかいう理屈をつけるんだけども、はい、それを一旦全部取っ払ってみると、うん、実は全部同じことやってるだけだということが結論です。うんうん、<laughs> はい、はい 身も蓋もない話なんですけどまあでも実際本当そうで僕らもうシュメール以降のこの6,000年ぐらいの歴史ぐらいしか知らないですけどずっとそれやってますからね僕はもうちょっと前っていうのはもうちょっとこう精神レベルの高い文明があったんじゃないかって期待してるぐらいなんですけどだからあったんならもう一回そこにたどり着くことができないのかみたいなですねだから人間のんていうか本能とか差がを超えた部分でもうちょっと理性的なね えー、文明僕はそういう意味では日本って結構いい文明をねあ。日本はいい,、ね、い,いレベルいってますもね。僕はは日本は 江戸時代ぐらいの日本が好きなんですよ。俺的に。それが明治維新でちょっと落とされて、な世界レベルに落とされて。で敗戦で、さらにその下に追い、押し込まれてるから。まあ非常に今日本人は生きづらいというか、日本人らしくない。生き方をさせられてるなと、全く同感ですね。江戸の前期ぐらいが一番いいですね。ね。はい。うん、前期ぐらいがいいですよね。うん、一緒です。一緒です。はい。やっぱり戦乱に明け暮れて、やっと平和が来て。で、そこの中でね、こううまくこう。 なんていうかな地方文権とあのある程度そのなんていう経済のこの内需のあの循環っていうのをシステム化したわけじゃないですか。あの時代だからすごいなと参勤交代とかなんか意味がないことのように僕は思ってたんですよ。本当になんか江戸幕府がひどくてめちゃくちゃねあの小気遣い、悩みをいじめて悩みをいじめてねと思ったんですけどでも意外とあれがあれでお金が回るそうあれで江戸時代回ってたんだなっていうことが経済がわかると。 かっててきですね、これよく考えたなと。僕は平成の参勤交代とかいらっしゃるんじゃないかと思ってるんですよ。あのもうね一定の規模以上の企業はですね地方にませせて行きると。それぐらいしないとですねなかなか地方にまで血液というかね資金を循環させることって難しいから日本ぐらいの広さでも。それを考えた江戸時代の人はすごいなと。 いうふうに思うんですけど、まああのこの本の,の紹介からね日本史の話になりましたが、あの日本史の本も出されるんですよね。日本史の本はえっ、ー、と1月発売予定です、はい。はい。まあちょうどこのは、ね、あの原稿はできてます。はい。ちょうどこの番組の配信時期なので、はい、よかったらぜひあの次回ですね。今日はちょっと時間がもうだいぶ経っち,ちゃったので、はいはい、次回その日本史でこれは世界史っていうか世界の話じゃないですか。これは今の世界史。今の世界ね。じゃ、はい、日本についてどういうこう 今僕の周りでも結構歴史学びたいいいう人多いんですよ。すね、今やっとみんな歴史の大事さが分かってきて、はい、先生からこう日本の歴史ってこういうふうに捉えたりとかこういう勉強したらいいよっていうようなことも踏まえて、うん、ちょっと今日は大きな世界とか歴史全体の話でしたけど、うん、ちょっと次回日本史っていうものに焦点を当ててお話をお聞かせていただけますか。はいはい、今日はどううもありがとうございいました。